はい、やってきました、ヒロニーダヤオ。このチャンネルは新築の分譲タワーマンションの紹介だったりですね、賃貸のタワーマンションの内覧内見に行ってるチャンネルです。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はヒロニーのタワーマントークという形で、いつもコメントいただいている TK さんという方からネタをいただいて、ヒロニーが選ぶ大阪のタワーマン外観ランキングというのを作ってみました。TK さん、いつもありがとうございます。はい、まあぶっちゃけちょっとね、ネタに困っててネタをいただいたというふうな形ですね。はい、でまあ以前もねランキングはちょこちょこ出してるんですけど、あのまあヒロニーが思う、大阪のタワーマンションのランキングだったり、あとは高さ、大阪のタワーマンションの高さのランキングだったりね、出してます。はい、まあ気になる方はそちらの方もねぜひご覧ください。はい、で今回はですね、外観ランキングっていう風な形なんで、これはねぶっちゃけもう完全にヒロニーの個人的な趣味のランキングになります。なんで、まあ値段だったりとか高さだったりとか豪華さだったりとか、まあ、そういうのはあんまり関係ありません。はい、単純に外観がかっこいい、ヒロニーが思うかっこいい外観のタワーマンションランキングベスト5になります。それでは早速第5位、堂島ザ・レジデンス・マーク・タワーです。第5位ですね。はい、こちらです。はい、これねかっこいいですね。うん、まああの以前ヒロニーの内見動画でも見たことがあるタワーマンションになります。でこちらのタワーマンションはですね、堂島にあります。まあ名前の通り堂島にあるんですが、梅田近辺だったりとかですね、1号線界隈から、まああの辺りは結構高層ビルが多いんですが、チラチラ見えたりとかするんですが、まあかっこいいですね。はい、規模はそんなに大きくないんですが、まあガラス面が、たくさんあるような形ですね。はい、まあヒロニーが好きなシンメトリーな形のタワーマンションになります。はい、続いて第4位は、ザ・ファインタワー大手前です。はい、来ました、こちらです。はい、ザ・ファインタワー大手前ね。はい、こちらは、京阪不動産のタワーマンションで、ザ・ファインタワーシリーズですね。まあ結構新しいタワーマンションになります。ヒロニーが好きなこうシンメトリーな形の細くて黒くて、まあ細長いですね、タワーマンションになります。はい、まああのね、黒い外観のタワーマンションで、まあ大阪で有名なのはやっぱりザ・北浜になると思うんですが、こちらのザ・ファインタワー大手前はまあそんなに高さが、まあ、ザ・北浜に比べたら高くはないんですが、ザ・北浜よりもヒロニーはこちらの方が外観は好みです。はい、かっこいいですね。あの結構ね、遠い大阪城からも結構見えるんですけど、それがねめちゃくちゃかっこいいんですよね、やっぱり。はい、あの細くて黒くて高くてね、あのめちゃくちゃかっこいい外観だと思います。あ、次に第3位いきたいんですが、ちょっとここで番外編、まあベスト5に入らなかった、それ以外のね、まあちょっとヒロニーがこれも入れたかったなみたいなタワーマンションを紹介したいと思います。番外編ですね、これは惜しくもベスト5に入れなかったタワーマンションです。はい、まず最初にクレビアタワー中之島、こちらです。これねかっこいいですね。はい、クレビアタワーなんで一
戸中都市開発かな、伊都中のブランドのタワーマンションなんですが、中之島に建ってるんですが、まあその堂島川が流れてるんですが、まあそのすぐほとりにあるタワーマンションで、なんかまあブルーをねちょっと基調にした 水辺にあるタワーマンションっていうような形でかっこいいですね。あとこのクリビアタワーは東屋があるところのところになんかまあパルテロン神殿みたいなね、はい、やつがあって、これもかっこいいですね。なかなかやっぱり大阪のタワーマンションで、まあここまでこうデザインをね、外観のデザインこだわってるっていうのはなかなかない形じゃないでしょうか。これがまず一つ目。これで次二つ目は、グランフロント大阪オーナーズタワーですね。はい、こちらです。ドンと、まあこれはね言わずもがな、まあ大阪ナンバーワンのタワーマンションっていう風な形で、まあとにかくね重厚感があります。かっこいいですね。はい、色味もまあ高級感がある色してますね。でまあグランフロントなんで、グランフロントのこう他のビルのね、まあ合わせた形で作って、全体的にこういう感じで作ってますみたいな感じで、やっぱりかっこいいですね。はい、かっこいいんで、まあ惜しくもベスト5には入れなかったんですが、グランフロントオーナーズタワーという形です。はい、続いてベスト3いってみたいと思います。第3位は、ザ・パークハウス中之島タワーです。はい、来ました、ザ・パークハウス中之島タワーですね。ドンとこちらです。はい、まあ、これはあのヒロ兄の住んでるタワーマンションになります。はい、まあまあヒロ兄が住んでるからね、まあまあ3位っていうのもちょっとあれなんですが、まあまあヒロ兄はね、もともとそういうタワーマンションの外観だったりとかですね、そういったのも結構重視して買うタイプの人間なんで、かなり外観はかっこいいなと思ってます。はい、でまあこちらはね、大阪の中ではかなりのメガタワーマンションになるんで、高さも高いんですが、まあ、太いは太いんですよ。はい、太いんで、まあどっちかって言ったらまあ細くて高いのがまあヒロには好みなんですが、まあこう中之島に立ってるんで、中之島の雰囲気に合わせて、またねクレビアタワー中之島のようにこう、まあ、水辺のタワーマンションになるんで、青い形のね感じでガラス面が多い、何か積み上げたようなコンセプトで作られたタワーマンションです。でまあヒロ兄の大好きなシンメトリーな感じのね、どこから見ても同じような感じのタワーマンションというような形で第3位になります。続いて第2位は、シティタワー西梅田です。はい、来ました、シティタワー西梅田です。ドンとこちら、はい、来ましたね。まあこちらはまああのヒロ兄のタワーマンションの内見見られてる方にはよく知ってると思うんですが、まああのかっこいいですね、とにかく。はい、でシティタワー西梅田第2位という形で選んだんですが、あの同じ時期にできた同じシティタワーブランドのシティタワーグラン天王寺ですね、そちらの方もほぼ同じ外観なんで、まあ同率2位という風な形にさせていただいています。はい、でこちらはですね、まあいやさすがシティタワーさん、まあここ最近見ないんですが、まあガラスカーテンウォールのね、もう全面ガラス、はい、もうとにかく目立ってます、とにかくかっこいいですね。あの最初見た時はもう多分オフィスビルなんじゃないかなっていうような形をしています。全面ガラス張りなんで、まあ、掃除するのがすごく大変そうなんであれなんですが、まあ見た目はめちゃくちゃかっこいいですね。とにかくガラス張りで遠くからでも目立ちますし、まあほぼシンメトリーみたいな形ですね、シティタワー西梅田は。はい、とにかくかっこいいタワーマンションになります。それでは栄えある第1位は、ブリリアタワー堂島です。はい、やってみました、はい、ある第1位ドンとこちら。はい、まあこれはね言わずもがな、大阪ナンバーワンにふさわしいかっこいい外見のね
タワーマンションだと思います。はい、まあこれはねやっぱね特徴がやっぱりすごくあって、まあヒロ兄の好きなシンメトリーな形ではないんですが、この方は唯一無二ですね。まあやっぱり大阪のタワーマンションの中ではまあ一番多分特殊な形をしているであろう外観をしています。まあ丸い形だったり、まあ角がとんがってたり部分もありますし、とにかくかっこいいですね。はい、大きいし、特殊な形をしている、かっこいいです。そしてまあまだねこのタワーマンションは建設中なんで完全に完成していないんですが、まあ完成パースを見た感じだとこういった形になったりとか、こういった形になったりとか、なんかね結構いろんな角度によっても全然多分見た感じも変わってきますし、あのライトアップもね多分ねすごいいい感じになると思います。そういった形で栄えある第1位はブリリアタワー堂島というような形でいかがだったでしょうか。まあねこれに関してはもう本当にまあ個人の好みが左右されるんでかなり偏ってると思います、正直。はい、でまだまだ外観かっこいいマンション、タワーマンションたくさんあるんですが、まあまあヒロ兄は今現状でまあ作られてる、計画段階のものは今回入れてないんであれなんですが、まあ機会があったらまたね、はい、やりたいなとは思います。でコメント欄にぜひ あなたの思うタワーマンション、私はこんなタワーマンションの外観が大好きですみたいなのがあればぜひねコメント欄にコメントもください。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンで、チャンネル登録してないそこのあなたはぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回という形でさようなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。タワマン以外のマンションでヒロ兄が好きな外観のマンションはザ・ハイ・ホリエです。